マシンガン・ケリー、ジョージ・アル・ケリー、ジョージ・アール・ケリーこと、マシンガン、ケリー・ジョージ・バーンズ、ジョージ・マシンガン・ケリー・バーンズ、八百九十五年七月十八日から九百五十四年七月十八日は、アメリカ合衆国の銀具。狂乱の九百二十年代から禁酒法時代にかけて、密造酒の製造及び、武装放棄そして誘拐など多岐にわたる犯罪を犯し、 禁酒法時代を代表する一人として数えられている。ケリーは1895年7月18日、テネシー州メンフィス市の裕福な家庭で生まれた。子供時代の彼は特に問題も起こさずに、彼の家族は彼を伝統的な雰囲気の中で育てた。ケリーはアイドルワイルド中学を卒業後、メンフィスで最も古い公立高校であるセントラル高校に進学した。 そして1917年、ミシシッピ州立大学に農業を学ぶために進学するが、ここで彼の人生におけるつまずきの兆候が始まった。ケリーは頭の悪い学生だと思われ、勉学の成果はかんばしくなく、しょっちゅう教職員とトラブルを起こしていた。学生生活を送る間、彼はジュネーブラムジー、ジェネバラムジーに出会いそして間もなく結婚し二人の、 子供を設けた。しかし、彼は、実家からの金銭的支援には頼らず生活を補う、ため、タクシードライバー等をして何とか生計を立てていた。だが、ケデーの父がラムジーを嫌っていたのと、そして金銭的な問題が解決しなかったこともあり、結婚生活は間もなく破綻した。1920年代から30年代にかけての禁酒法の時代、他の犯罪者たちと同様、 彼も酒の密造に手を染めることにした。しかし、それも長くは続かず、メンフィス警察と何回か小競り合いした後、彼は、新しいガールフレンドと共に町を出ることにした。そして、彼は、当局から身元を隠すため、名前を、ジョージ・アール・ケリーに変え、引き続き密造酒作りやちっぽけな犯罪を続けていた。1928年、 インディアン居留地で酒の密造をしていた稼働で、オクラマ州タルサで逮捕され、カンザス州レブンワース連邦刑務所で、懲役3年の刑を言い渡された。1928年2月11日にレブンワース連邦刑務所に収監されたが、彼はそこを模範囚として過ごし、早期釈放された。その後まもなく、ケリーはキャサリン・ソーン、キャサリン・ソーンと結婚。 彼女はケリーのためにトンプソンサブマシンガンを購入、そして暗黒外に彼の名を広めるためにどんな手段を思いとはいい人であった。一部の歴史家は小さな銀行強盗を繰り返していたケリーにマシンガンケリーと名付けたのも彼女だと主張している。しかし、そんな苦労も犯罪家業もオクラホマシティで起こした誘拐事件で終わりが見えてきた。 1933年7月20日、ケリーらは、オクラホマシティに住むチャールズカイ・アーシェル、チャールズフ・アーシェルと、彼の友人ウォルター・アール・ジャレット、ワルテル・アール・ジャレットを、誘拐、犯行時周囲に気を配り慎重に行動し、誘拐に成功したが、その際、犯行現場に指紋などの証拠を残していた。これが後に、FBI に送られることになった。犯行から56日後、 調査の結果、ケリーらは、メンフィスにある、J.C. ティチェノール、J.C. ティシュナーの所有する家に潜んでいることが判明。ケリーらを逮捕するため、アラバマ州バーミングハムから、FBI 特別捜査官がメンフィスへ送られた。1933年9月26日早朝、FBI とメンフィス警察が、ケリーの隠れ家を吸収、ケリーとその妻キャサリンは逮捕された。 この逮捕の際、ケリーは武器を持たずに、FBI らの前に出て、うつな G メン。うつな G メン。ドントシュート、G メン。ドントシュート、G メン。と叫んだと言われている。この G メンという言葉はそれまでは単に、政府の役人、ガバメントメンを指す言葉であったが、この事件以降は、FBI 特別捜査官を指す言葉になった、G メンに関しては、同時代に活躍したギャング。 ジョン・デ・リンジャーが FBI 捜査官に叫んだ言葉との説もある。後に公表された吸収状況をまとめた報告書によると、ケリーはドアに来てピストルを落とし、一晩中お前たちを待っていたと言ったと記されている。最近の研究により、ケリー逮捕に関わった捜査官へのインタビュー記事が発表された。それによると、ケリーらが FBI らにされた際、 キャサリンが彼に対し、彼らは私たちを生きて、ここから脱出せてはくれないだろうと語ったとのコメントを残している。そして、G メンという言葉を作ったのはキャサリンだったということが判明した。しかし、FBI は自身の評判を上げるため、事実を隠し、G メン神話を利用し続けた。1933年10月12日。 ジョージ及びキャサリン・ケリーは有罪と判決され、終身刑が宣告された。キャサリン及び誘拐に加担していた彼女の母親は、容疑を全て否認。二人は1958年に釈放された。アーシェル誘拐事件と、その他二つの事件はいくつかの点で、アメリカの歴史に名を残すものとなった。まず、最初で最後の映像撮影の許可された。 連邦刑事裁判であったこと、そして、リンドバーグ法。リンドバーグ IGU 会事件を教訓に制定された、施行後、最初の裁判であったこと、エドガー・フーバー率いる FBI によって解決された、最初の大事件であったこと、犯人を護送する際に、初めて飛行機が使用されたことである。その後、ケリーは、刑務所で、残りの21年を過ごした。 アルカトラズ刑務所に収監されていた時は、ポップガンケリーというニックネームで呼ばれていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。